あとあれ皆さん見てますかね、吉本坂が売れるまでの全記録って。いやーどうだろう、だって火曜の深夜2時、ど深夜ですからね、深夜2時ですから、今日のね深夜2時、これがこれは見どころありますよ、たくさん。ありますよね、だって俊平さんもね、うん、相撲して、僕も相撲対決になりましたから。あれどうなってんすかね、あれふんどしを巻くんですよ、要は、うん、ふんどしを巻いて、でもう本当にお相撲だからもうこうやって取り組むんですよね、そうそうそう、組んで、でみんなハーフパンツの上からこうやって回しをやるんですけど、尾形さんは「いや俺はもう行くよ」って本当にそのパンツを脱いで、要はもう尾形ジュニアですよ、尾形ジュニアをそのまんまもう本当生でやるんですけど、プロだなと思ったのが「はいじゃあ準備してください」って言ってる時に、一回巻いた晒しを尾形さんこうやってめちゃくちゃ緩めてるんですよ。めちゃくちゃ緩めてでやったじゃないですか。で全部出てたじゃないですか、尾形さん全部出しながら、でこれもカメラこっちにあるからちょっとこうやってるんですよ、尾形さんみんながやめろやめろって言いやすいように、そうそうもうこうやってるんですよ、もうプロプロ。あだって俺最初俺普通にやろうと思ってたから、はい、その時に羽根の香菜さんがこう近寄ってきて、はい、ちょっと尾形がちょっとなんか緩めてるから俊平その全部もうやっちゃっていいよって、はい、伝言だみたいなこと言ってくれて、はい、で俺はもうそこでハッとして、はい、俺はなんてことを何を真面目に相撲を取ろうとしたんだ芸人としてね、そう何をその本気で勝ちに行こうなんなら押し出し行こうとして本当に先輩に、マジで勉強になるなって、本当に勉強になる。